インコースには1号艇大山千尋、枠番抽選で絶好枠1号艇を引き当てました。トライアル初勝利連戦、隣にコースに2号艇小野聖奈、初戦は2コースから指して1着スタート決めています。センター3コース3号艇細川優子、第1戦は6着大敗だけにここで巻き返しておきたい。4コース4号艇平高奈々、初戦は2コースから指しての2着としています。5コース2号艇の遠藤恵美です。第1戦オースト枠での戦い、道中逆転で価値ある3着勝ち取りました。最アウト6コース6号艇寺田知恵、クライマックス解禁賞の寺田、経験値の違いを見せてオースト枠克服なるか。枠番通りの3対3、1号艇大山千尋、そして2号艇小野聖奈、内枠両者が人気。11レーストライアル、進入インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。1コース1号艇の大山、2コース2号艇の小野、3コース3号艇細川、スローゼーブドライスタート。まず1マークインから先手1号艇の大山、握っていった2号艇小野聖奈、まくり出す5号艇の遠藤、 VGI4 号艇平田が続いてバックスレッジ、まくりを受け止めて逃げました1号艇大山千尋、先頭リーダー先手師範、2番手争いどうか、5号艇の遠藤、4号艇の平田が並走、3号艇細川進路を打ちに取る。スタートは正常、1周の2マーク、2番手争い潜り込む3号艇細川、全速線から4号艇平高奈々、4号艇平高が2番手争い3手市販リード、3番手外前から2号艇小野聖奈が1点新前に向かっています。現在上位は1番4番2番142後方、3号艇6号艇5号艇の順、レース2周目2番手で回っていく4号艇平高、3番手小回り2号艇の小野、内内を回す6号艇寺田、3号艇の坂は外前5号艇遠藤でバックスレッジも、3番手こらえる2号艇小野聖奈のリーダー2点審査、スリット裏通過、これから西の2枠です。先頭1号艇大山、2番手4号艇平田が抜け出しました。注目3番手争い、2号艇小野から運んでいく、2リッター5号艇遠藤は少々船が暴れての4番手、上位の体型は1番4番2番142後方、5号艇3号艇6号艇の順で時計の通過、これから最終周回の1番手です。陰性を押し切りました1号艇大山千尋、先頭最後のバック側、2番手4号艇の平高、3番手内側に切り返してくる5号艇遠藤を全速線かわしていきました。2号艇の小野聖奈、2号艇小野が3番手リードを取っての上位の体型は1番4番2番3連単142のままなら 20.3 倍、145ですと 26.2 倍です。トライアル初勝利1号艇大山千尋、最後の直線コース2番手4号艇平高、3番手突っ込んでくる5号艇の遠藤、全速線2号艇小野少々流れたか、3番手争い土壇場直線勝負、1着1番大山ゴールイン、2着4番平高、3着どうか5番遠藤、2番小野が接戦、後方6番寺田、3番細川ゴールインです。